しました。パンケーキです。あ、そうです、今日はね、南波笑顔開花宣言公演昼夜ですので、皆さん、うわイエーイパンケーキがね、食べたくてしょうがなくて、うわ、冷めてるな、嫌やな、チンしたいけど、ちょっとこのまま離れるわけにはいかないので我慢です。やっほー、そうなんですよ、コンサートありがとうございました。2日間、うん、よし、ありがとうございました。はい5月2日3日とね、コンサートだったんですよ。そう、疲れは取れました。昨日ね、もうね、めっちゃ寝ましたよ。昨日はマジでコンサートが終わった日にもう寝落ちじゃない、ちゃんとお風呂入って寝たんですけど、そっから起きて、アラームかけずに起きて、12時間以上は寝ました筋肉痛とか大丈夫だったんですけど、なんかめっちゃ頭痛くて、普通に熱あるんじゃないって思ったぐらいには寝ました。ふわふわしてました、体がね、やっぱ燃え尽き症候群みたいな、危険です燃え尽き症候群には注意よですね。そう、休めましたよ。でもちゃんとおかげさまでゆっくりリハ期間の睡眠時間を、ね、取り戻すぐらいには寝ましたね。そう、寝たんですよペンライト振りすぎて皆さんもね、いたわってください。一緒に頑張ったんでそうです、喉休めてくださいね皆さん。ボールとかミックスで、5月振り返りますか。じゃあちょっと、ね、15分でちょっと収まるか分からないんですけど、そうヒールで縄跳び、そう、じゃあ5月2日から、5月2日はね、トドロッケミックスでコールがこう解禁されて初めてのコンサートで、私たちも初だったんですけどね、もう1曲目のラップタイムからね、うん、すごい皆さんが声を、アカペラの声が聞こえて感動しました。3階からね、登場だったんですよ私たちは。外でね、待ってる時に聞こえて、うわーってなりましたね。そうなんです、ユリイカもね、今回特別仕様で新しい振り付けだったんですよ。めっちゃむずくて、でもあれリハーサルでみんなヒーヒー言いながら、なんかもう 7カウントぐらいあって分かれてるんですよ、みんな。僕らの、私は5だったんで、僕らのユリイカ発見したんだ、ずっと近くにいたのみたいな音を取るんですけど、私はね、奇数列はオンカウントで偶数列は裏カウントみたいな、めっちゃ難しいんですよ。そう、僕ら、私はユーリーでね当てる人なんですけど、裏カウントの人はユーリーのリーとイーの間のとこで当てないといけないみたいな、めっちゃ難しいんですよ。そうなんですよ、でも映像見たら綺麗に揃ってて、すげーってなりましたね、今までにない感じのあれで、演出ですごかったですね。めっちゃむずいんですよあれやってる側は。そう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 、めっちゃ難しい。
そうで、その後に今更道頓堀初披露だったんですよ。見てくれましたか皆さん。新衣装で、ここが私たちなんか若手組とベテラン組で分かれてて、ここまでのねノースリーブみたいなマーメイド衣装だったんですけど、中の裏生地が一人一人違うんですよ、色が。その人のカラーに合わせて作られてて、私は青色を選んでくださって嬉しかったですね。めっちゃそう青にしてくださいました。嬉しいですね。振り入れがあったんですけど、投資の日の2日前とかでもう大丈夫ってぐらいな。じゃああれだったんですけど、頑張りましたね。映像にはね映ってなかったんですけど、あの二感想でね、なんかメンバー同士で絡むみたいなとこがあるんですよ。なんか何ですか、こう先輩メンバーと後輩メンバーがこう演技するみたいな感じだった感じのテイストなんですよ。そこがなんかどうなのみたいな感じの演技って言われて、振付師さんに。それでね、なんとチンヒーさんとだったんですよ。絡むのがね嬉しかった。そう、映ってなかったのがちょっと心残りなんですけど、ゆかたんと私とちひさんで、そう、そこでね絡みました。そうなんですよ。うん、そう、いつ映ってるかわからないの。でも嬉しかったですね。同じユニットでこう選んでいただいたのが嬉しいし、そうそうそう、なんか昭和、平成、令和、宇宙っていうテーマだったんですよ。2日はこれが昭和のブロックで、平成のブロックではレイさんとカポンさんとアヤピョンと私で、あのアイドルなんて呼ばないでを披露させていただきました。スクリーンにね映ってたんですけど、あのプリクラをね撮りに行ったんですよ、4人で。そう、私に任せてくださいました。でもなんか最近はどのプリクラがいいみたいな言って、あ、これがいいですみたいな4人で撮って、めっちゃ落書きもしてみたいな。朝からね、朝のゲームセンター誰もいなかったです。だからのびのびと撮れました。落書きもねゆっくり、時間制限なくできましたし、撮れました。プリクラおすすめのプリキュアルートミーですね今は。撮りに行ってピンプリも撮ったんですよ。画面にね、スクリーンに映ってたんですけど、その映像とかまたルームスに載せますね。初ピンプリ撮りました。そうなんですよ、アイドルなんて呼ばないでもね、もう萌え台詞とかキャラじゃないよとか思いながら頑張ったんで永久保存しといてください。そうなんです。あのね衣装かわいいですね。しかもそうユニットに選んでいただけて嬉しいです。
でもライブでなんかアイドルソング結構任せてもらえること多くて、そうなみたいな。そうそう。あっち行きたいな。アイチャップ。ちょっと移動していいですか。ナンバーガールもね。私もハート型ウイルスだったんですよ。アイドルソングおーみたいな、私でいいんですかみたいな感じでしたけど、ちょっと待って、無理そうだこれ、移動めちゃくちゃ大変、片手にこれを、あ、いけそういけそう、バリ危険じゃない、ちょっと移動しますね、うわ危ない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 、ちょっと待って、危ない危ない危ない、よし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 、いけるいける、移動しまーす、あ、全然、あ、大丈夫です、え、大丈夫です、店員オーバーでしたわ、全然店員オーバーでした、こっちにしときますね、やっぱり出戻りですわ。そうなんですよ、はい、ツアーでした。ダンスブロックもね、やったんですよ。欲望物の前に SE ダンスがあって、そのなんか NMB2 ゆうみさん NMB2 でこうダンスをね順番に踊っていくっていうパートがねあったんですよ。めちゃめちゃ 踊ったんですけど、それで B2 でジオンさん、若田さん、雪の弥生、私、リサが最初にね B2 代表で踊ったんですけど、選んでいただけて、ゆみさん選抜選んでもらって、リハでね、でもめっちゃ動き小さいって言われて、そう、めっちゃ悩んでたんですよ。そう、ちょっとどうしようと思ってたら、ちいさんがね助けてくれました。悩んでるなって言って。結構リハ期間は悩んでましたね、いろいろダンスで慰めてくれました、でも、うん、そうそうそう、私が言われて泣いてたんですよ。そしたらね、教えてくれました。一緒に。うん、でむずいんですよ、あれ振り入れの時にもう踊れなさすぎて意気消沈してました。なんか泣いてるメンバーとかもいて、なんかもう泣くを通り越して何これみたいな。とりあえず一回置いとこうと思ってチーンってしてましたね。次の日にもう詰めまくって3時間ぐらいやって、やっとできるようになって、ダンサーになれって言われました。あそこはそう、ほんまにむずかった。チャ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 悟り開いてました。ダンス、そう、ダンス中心がね多かったんですよ。でもありがたいことに結構選抜のね後ろの
一番とかで、なんていうんですか、番号、立ち位置の一番とかで踊らせていただくことが多くて、なのでね、うん、めっちゃ頑張りました。高嶺のリンゴとかでも彩香と新芽だったんですけど、センター裏で踊らせてもらったんで頑張りました。リハーサルの時に舞台監督さんに、この高嶺のリンゴメンバーはその次の曲がダンだったんですよ、なので選抜のアンダーガールズやからみたいな言われて、選抜にまであと一歩やねんから頑張れって言ってカツを入れてもらったので頑張りました。あそこ歌えてよかったです。枝を払っていくとこ歌割りだったんですけど、そんな近くに、そんな近くにのとこです。なのでね、頑張りました。楽しかったですね。横浜のも好きでしたし、床の間とかダダダ好きだ虫とかも楽しかったです。高嶺って何番手だったんやろ、6、7とかぐらい。ケイチ散歩時でしたね。そうそうなんですよ。サインボールもね投げたんですよ。サインボール初めて、嬉しい。全力投球してきました。手加減しちゃってあんまり飛ばないっていう。教訓を糧に次のライブではちゃんともうちょっと力を込めて投げたいと思います。うん、うん、ちゃんとふわって投げたんで大丈夫です。うん、結構ね、あれ移動がね、ダッシュで階段を駆け下りて登ってって感じで忙しいんですよ。楽しかったね。でも長くなったんで、イクアワの話はちょっと次の時にしますね。夜公演前か夜公演終わりにします。うん、楽しかったです。とどろけもう踊りまくったっていう印象ですね、本当に。踊り見たかって感じじゃない。絶対もうそれ更新したらちゃんとでは今日はそう、スカイエーさん の春のあれ祭りが始まっておりますので、今日はね、まいさんが今配信されてるんですけど、実況されてるので、ぜひそちらもそうご覧ください。うん、ルームスもね、いじつくの映像をあげたのでぜひ見てください。コンサートフルで出れました、ありがとうございます。三河の話はちょっと次しますね。そうそうそう、お、そうそう、ではまた、あ、またじゃない、またじゃない、ランキング読みます、危ない危ない。では13位、じゅんやさんありがとうございます。12位まこさんありがとうございます。11位前田さんありがとうございます。10位ハイドさんありがとうございます。声がガラガラ。え9位つかさんありがとうございます。8位まぼさんありがとうございます。田中幸乃です。7位ティユちゃんさんありがとうございます。
6位バーリーさんありがとうございます。5位ヒーローさんありがとうございます。4位カメコの麦田さんありがとうございます。3位ケイ君さんありがとうございます。2位チキンナンバさんありがとうございます。1位トミーさんありがとうございます。ありがとうございました。カメコの皆さんもありがとうございました。たくさん画像撮っていただいて写真ありがとうございます。私もね持ってったんですけどカメラ全然撮れませんでした。10枚ぐらい休憩試合ねちょっとだけ撮れました。またあげるかもあげないかも知れない。では公演めっちゃ久しぶりなんですよね。マジでドキドキですね。なのでまあ見てください。そちらも夜は愛花さんの仙台祭です。よろしくお願いします。またね。